オースジャーシーズの皆さん元気ですか？リナチェンチョンようこそ。そして背景で多分皆さんも分かってると思いますけど、でもそれでもちゃんと伝えたかったな感じで、私は日本に引っ越しました。今でも信じられないな感じで、いろいろ大変な感じで、まあ日本に引っ越して、明日1週間になる。今日は3月20日ね。そしてまあ正直なんていう、まだそんなに時間経ってないし、なんかもうここに住むってな感じ。ここに住んでノルウェーに家族に会いに旅行するみたいな役じゃなくて、なんかそういうもうここに住むとか自覚まだないね。本当にまだなんかゲストみたいな感じかなってなんかイメージあるんですけど、まあそれは時間必要だと思いますね。はい、これはありったん孫子の犬ね。そしてまあそれはちゃんと皆さんに伝えたことだから、まあこれからこんな背景になります。なんかこういう部屋のこんな感じ、日本らしくな背景ドア、なんかいい感じだと思います。なんか何も邪魔ならないな感じで。そしてもちろんまあリアクションちゃんとするようにこっちも頑張りますし、あの一応まあ日本に引っ越してたからいろいろ日本関係などがもう楽しみにしてください。ブログとかもちろん、あのソリーナデスマスの私たちとソン君のカップルチャンネルも復活したいです。だからもしかしたら誰かが知らない、誰かがこのチャンネルのことを忘れましたので、ぜひチェックしてください。もうすぐ新しい動画現れるだと頑張ります。そしてはい、こんな感じなニュースを皆さんに伝えたかった。もちろんリアクション動画とか続けたいけど、まあ著作権関係でたまにまあ音とか聞こえないとかなんかミュートしてるな感じになるんですけど、皆さんの私のまあほとんどみんなここにいるのはリアクション好きな人みたいですから、それももちろん続きますし、まあこれからもう他の動画もたまにアップしようと思いますし、日本関係で YouTube ショートビデオみたいな感じも何かいろいろちょっと頑張ろうだと思いますし、もし皆さんそれにも興味ありますならちょっとチェックなんかやってみたいな感じで、はい。そしてまあこれ皆さんに大ニュースでとして伝えたかったので、まあいろいろアップデートとか気分的とか生活的にとか、また動画ぜひ待ってください。そしてね、見たい動画があったらぜひ教えてください。何が見たいので、まあもう日本に住んでることになったから、なんかどんな感じの動画見たいとか、何かいろいろ話とか何か挑戦とか、まあ何が見たいとかぜひ教えてくださいね。私まだ自分にもいろいろ考えますけど、皆さんの意見もぜひ聞きたいですね。よし、これもういいかな。他のニュース別にないんですけどね、今のところ。日本に引っ越してね、まだまあ荷物は全部入らなかったからね、私2つだけのラゲージがあってさ、だからまた今年だと願う、まあ、そうしたいな感じで、またノルウェーに行ってこの2つのラゲージ取って、皆さんにいろんなお土産ぶち込んで、そしてお土産渡したら残ってる服とか靴とかいろいろ私のものまた集めて日本に帰るな感じでね。まあもちろんソン君と一緒にだといいな、もし行ったら。まあそういう時もしまたノルウェーに行って、なんか皆さん気になるならブログも撮りたいですね。なんか長いフライトも割といろいろ面白いな感じで、まあ皆さんも誰かが長いフライトしたことあるかもしれないけど、もしかして誰かがないなら
それは動画として面白いかもしれないと思います。だからそれも今度ノルウェーにいたら、なんか日本からノルウェーまでフライトどんな感じとか、時間とかどれでかかるとか、いろいろね皆さんに教えたい。でもそれ以外は何か見たいならぜひぜひ教えてください。そしてはい、聞いてくれて見てくれてありがとうございました。そしてはい、まだ完全にリアクション復活を、まあしてない、したとか言えないけど、でもそれに頑張ってます。今日も動画撮りましたし、少しリアクションだから、ぜひぜひこれからもよければサポートお願いしますね。はい、皆さん大好きです。他の動画で会いましょう。バイバイ。